カタールゴールキーパーの愚行に母国ファンが怒り、意図的に危害を加えた。一方、その行為を擁護する声も。皆さん、こんにちは。民坂ニュースです。4月25日昨晩23時より行われた U23 アジアカップ準々決勝日本対カタール戦ですが、前半38分、カタールはゴールキーパーユセフ選手の一発レッドにより10人で戦うことに。このユセフ選手の愚行に母国カタールファンが怒りの声と、10人となっても前線した選手たちに称賛の声を上げているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。 U23 日本代表は現地4月25日カタールで行われている U23 アジアカップパリ五輪アジア最終予選を兼ねるの準々決勝で開催国のカタールと対戦。延長にもつれ込む激闘の末に4対2で勝利を収めた。開始2分に山田風紀のミドル弾で先制した大岩ジャパンは24分に追いつかれる。38分に細谷真央の腹部付近をキックしたゴールキーパーユセフ・アブドラが一発退場して数的優位になったものの、48分にセットプレーから失点、逆転を許す。しかし67分には山本リヒトのコーナーキックに木村誠二がヘッドで合わせて同点だ。延長に入っても101分に細谷が勝ち越しゴールを決めると、113分に内野幸太郎がダメ押し点を挙げて勝負を決めた。敗れたものの、対戦国カタールのファンは数的不利で健闘した自国の選手を称賛。 SNS 上では、彼らは英雄だ、十分やった、足りないものはなかった、日本には珍しい試合だったのではといった声が上がった。一方で退場したユセフは、その責任は退場したゴールキーパーが負う、彼の行動は不必要だった、五分五分だったのにゴールキーパーが最大の戦犯だ、もちろん意図しないミスだったが残念ながら何年もの努力が無駄になった、といった批判を浴びている。カタールにとってはあまりに不用意なファウルだった、このように報じています。カタール側のコメントに、あのプレーを意図しないミスと述べている人もいるようですが、私の主観ではあのプレーは明らかに意図的だった、そう見えました。このあたりは応援する側の立場の違いかもしれませんけどね。一方、サカダイの別の記事でもこのプレーに対するカタールファンのコメントがピックアップされています。そちらの内容も見てみると、正しいジャッジだと思う、暴力的なプレーで退場は当然だ、ゴールキーパーの行動は間違っており退場に値する、真の退場だ、意図的に危害を加えただろと自国ゴールキーパーを非難する声が上がっている一方、不公平だ、不当な扱いを受けた、ゴールキーパーがジャンプ中にボールに到達したため主審は誤った判定を下したと思われると、レッドカードに不満を漏らすファンもいるようですね。本当に立場が違うと、ああいった悪質なプレーに対するレッドカードも不当と感じる人もいるようです。では次に、この件に対する日本のネットの反応を見ていきましょう。試合前は絶対カタール寄りのジャッジになると思ってたけど、そんなことなかったですね。そうかな、結構不可解なイエロー多かったと思うぞ。どんな試合でも賛否は分かれるし、言いたい人は言うでしょうね。まああの飛び蹴りに関しては足の出し方が明らかに不自然だったから VAR になるのは当然だった。 VAR があって本当に良かったと思える瞬間だった。賛否両論はあるが、悪質なファールが罰せられるようになったのは VAR 導入で実感している。レフリーがまともで良かった。この映像を擦り切れるくらい見返したけど、右足の動作が明らかに不自然で故意であると捉えられても仕方がないね。日本はカタールの攻撃の芽を摘み、数的有利を生かして消耗させることに成功しましたね。退場になったゴールキーパーは腹を蹴る瞬間に蹴る方向を見ていたから故意は明らかだったね。あの飛び蹴りはやばかったですが、結果的に日本には有利になりましたね。リアルタイム映像はカメラがかなり引いたいだったので、交錯した時何が起きたか瞬間わからなかったが、よくよく見るとありえないひどいプレーでびっくりした。故意と見られてもおかしくないな、あれは。あの判定は正しい、問題は日本。なんで人数が少なくなった直後の相手に。
後ろで回したりゆっくり回したりしてるのかわからない。カタール普通にこの日本代表よりも強かったよ。松木野がイエローならカタールの選手はもっとイエロー以上がたくさん出ていたはず。あのゴールキーパーのファールは VAR で見ると明らかに意図的に蹴りつけているのでレッド相当ですね。アジアのサッカープレーレベルが上がってきているのだから次は審判レベルの向上を。フル代表アジアチャンピオンのカタールになんとか勝ったが紙一重。ユセフのプレーは誰が見たって即レッドです。中東は VAR があるのに相変わらずラフプレーや異様な挑発を仕掛けてくるから自滅が増えている。アジアでの大会の際に必ず話題になるアジアの審判のレベルの低さ。多分ゴールキーパーで飛び出してのヘディングだったのでできるだけ遠くにクリアしたくて全身をしならせてクリアしたくて足が当たったんだろうね。胸クソ悪いプレーだった。キーパーは先にボールに追いついており足を伸ばす必要は全くない。あれだけ蹴り飛ばしといてしれっと戻る姿がまさしく演技と判断されたのかと。日本側のコメントとしてゴールキーパーの一発レッドは妥当だが10人になったカタール相手にもっと積極的に仕掛けてほしかったという意見もあるようです。この試合を見ていて思ったのはもしカタールが11人だったら日本は勝てたのかという点。1失点目のゴールは致し方ないにしても相変わらず日本はフリーキックやコーナーキックからの失点が多いような印象。このあたりは A 代表を含めもう少し改善してほしいですし、またこの U23 日本代表には得点力不足という課題もつきまといます。結果的にこの試合は4点挙げましたがそのうちの2点は延長戦の時間帯で取ったもの。90分で試合を決めきる決定力向上が今後望まれると思います。いずれにしても U23 日本代表には次の準決勝でも勝利を挙げてぜひパリ五輪出場権獲得を果たしてほしいと思います。そしてその勢いのまま本大会の優勝を勝ち取ってほしいですね。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。